子はちょっと未来のマンション。通話して。赤い便です。はい、オートロック開けます。これはインターホンのクラウジュ。このマンションではモバカンという IoT サービスが使えるクラウジュが全部の家についている。ちなみに私の名前はゆい。もうすぐ中学生。何それ。ん、ねじゃん、ホットサンドメーカー。これはお母さん。ホットサンドメーカー。そう、明日のキャンプで使うと思ってキャンプが好きで。あ、車よくしない。大変。ちょっとおっちょこちょい。でもクラウジュでマンションのシェアカーがすぐに予約できる。だから我が家ではキャンプ当日車がないなんてことはない。あ、よかった、空いてる。6時から21時までと。で、スマホ決済までできるから便利らしい。よし、OK。 予約できた？うん、大丈夫。よかった。ね、本当にヒヤヒヤしちゃった。我が家のキャンプは何度もモバカンに救われてきた。じゃあゆいも行ってくるね。うん、今日も編み物。うん、ほんと二人仲いいわね楽しんで。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。これはお父さん、最近よく走ってる。ゆいも誘われるけど今のところ断り続けてる。ごめんお父さん。お帰りなさいませ。そんなお父さんを迎えてくれるのはアテンドステーション。未来の管理員さんってとこかな。24時間連絡できるから夜中でも日曜日でも安心。本日は憩いの広場でマルシェが開催中です。たまにマンションのイベントなんかも教えてくれる。今日八百屋さん来てます？はい、佐々木農園さんが出店されています。あ、じゃあ行ってみます。ありがとうございます。行ってらっしゃいませ。お父さんはきっとこの後ホットサンドの材料を買うよ。甘くて美味しいんで、これおすすめですよ。こんにちは。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。今日もいろいろ入ってますんでね、はい、よかったら見ていてくださいね、はい、ホットサンドの具材になりそうな野菜ってあります？ほらやっぱり。それやったら今日春キャベツがいいの入ってますんで、あの刻んでチーズと挟んで。いいね、それ作ります。ナイスキャベツ。ありがとうございますナイス佐々木さん。こちらは802号室の翔子さん。マンションでやってる編み物教室の先生で、かつ私のお友達。パティスリーしおりよりクーポンが届きました。これは地域情報配信。クラージュはこんな風に地域の行事のお知らせだったり商店街のクーポンだったりを届けてくれる。地域のつながりを生むのに一役買ってたりする。クラウジュ、なんて書いてある？はじめまして、商店街にオープンした小さな焼き菓子屋、パティスリーしおりです。おやつにパウンドケーキはいかがでしょうか？みっちゃん、パウンドケーキ好きかしら？うん、おいしそう。いらっしゃい。ご自分でホットサンド作られるんですか？そうなんです、明日キャンプなんですよ。キャンプなんですか、いいですね、はい、翔子さん、ドローン来た。受け取っとくね。お願いね。こっちこっち、こっちこっち。バイバイ。驚いた？未来はこんなことができちゃったりする。引き抜きながら、うん、ちょっと取るとさ、できたじゃないですかできたできた。ねえ翔子さん、
最近編み物教室やってないね。次いつやるの？来月の8日かな。あ、教室の予約しなくちゃ。翔子さん、ん？スマホでもできる、それ。え？そうなの？え？教えて。いいよ。じゃあ、まずモバカン開くでしょ？うん。モバカンはスマホでも使えるから、教養部の予約をスマホでするなんてこともできる。で、施設予約、うん、カルチャールーム、うん、で、8日？そう、8日。8日ね。うん、だったらここ、うん、空いてる。うん、ここ押せばいいの？うん、押して、うん、これはこっちかな。うん、で、ここ押せばいい。そうそう、オッケー、予約できた。え、もうできたんだ、うん、すごい。ねえゆいちゃん、うん、今先生みたいだったよ。本当？本当、スマホの先生。モバカンのある少し未来のマンションは便利だったり頼りになったり、美味しかったりする。マンションライフは IoT で便利になる。使ってなかったあの設備もこの場所も、もっとみんなが使いやすくなる。よしちゃん、行くよ。そうすれば、人と人、人と街の新しいつながりが生まれる。ちょっといい未来は、モバカンから始まる。モバカン。